では大井御茶杯第62期大井戦の第3局1日目が終わりました。柏人の谷川浩司先生にお話を伺いたいと思います。谷川先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本局あの藤井大井の先手番で角換わりという戦法になりました。はいはい、まずあのこの藤井さんの先手の角換わりが久しぶりじゃないかと、まあ、あの一手損のような手を除けば約1年ぶりじゃないかという話があって、ちょっと予想を外された方も多かったんですけど、谷川先生あのいかがだったでしょうか。はい、まあ、特にあの戦型予想はしていなかったんですけれども、まあ、確かに藤井さん、まあ、ここのところ先手で相掛かりもかなり採用していますので、ただ、まあ、タイトル戦は特に7番勝負の、まあ、良さというのは、まあまあ、先手で、まあ、2局以上、後手で2局以上戦えるわけですので、まあ、その中で、まあ、シリーズ、まあ、あのいろんな戦法を、まあまあ、指すことでまた自分自身が成長したいという、まあ、気持ちの表れもあるのかなと思いました。いや本譜あの前半で、まあ、あの非常に慎重な駒組みからですね、はい、4五歩と、まあ、先手の方から仕掛けていくような展開になられました。はいはい、このあたりあの仕掛けの近辺の駒の動き方というのはいかがでしょうか。そうですね、まあ、先手が9筋の位を取りましたので、まあまあ、それが一つ先手の主張ということですね。で、まあ、後手は、まあ、角換わり腰掛け銀は常に、まあ、線にしても、視野に入れながらというところで、まあ、4筋で戦いが始まったんですけれども、まあ戦いが始まってから、まあ、銀交換までの、手順というのはまあ、少し形は違いますけれども類型がある、まあ、流れで、まあ、お二人とも、まあ、その将棋を、まあ、当然ベースにして、で当然お互い、まあ、研究をして、進めていたというのが、まあまあ、午前中かなり指し手が早かったですので、まあ、午前中の指し手に関してはもうお互い、まあ、想定の、まあまあ、ひょっとすると数百ぐらいあるかもしれない局面のうちの一つかなという感じがしました。はい、で、まあ、午後になりましてですね、まあ、藤井王位の方に4五銀だったりですか、はい、あとまあ5、6歩ですとか、まあ、ちょっと控え室では予想のないような手が、はい、相次いで出たような印象があったんですが、はい、あの辺りの指し手については谷川先生どのように考えましたでしょうか。そうですね、まあ、その前にですね、まあ、豊島さんが3三角と角を、まあ、自陣に打ったんですけれども、まあ、その手もなかなか決断の一手ですし、まあ、しかもほとんどもう、もう5分ほどでしたかね、の考慮でしたので、まあ、あの辺りから、まあ、多分、まあ、まあ、新しい、はいはい、まあ、お二人の中でもなかなかその想定ができない、うん、その、まあ、先の局面に今、まあ、進んだということだとは思うんですけれどもね。はい、まあ、藤井さんの方で言えば、まあ、4五銀と打った手はなかなか味わい深い手で、うん、その後そうですね、あの藤手の、少し前の5六歩と突いたのも、まあ、やっぱり玉のまあ、コビンが開くので、まあ、相当指しにくい手ではあるんですね。まあ、5六銀と引く手の方を、まあ、控え室ではもう、まあ、ほとんどまあ9割以上そうだろうと思っていたので、その手はいやいや意外でしたね。はい、まあ、その後、まあ、あの加藤豊島さんが引かれた手にさらに藤井さんが玉を引かれて、はい、まあ、無事手となりました。はい、まあ、豊島さんはもう決めておられたのか、まあ、スムーズな形で封じになりましたが、はいはい、かなり手が広いのかなと先ほど大石先生も話されていらっしゃいました。この藤井の局面とどう見られますでしょうか。そうですね、まあ、豊島さんもひょっとすると五六歩を、まあ、本戦では考えてなかったかもしれないので、うん、まあ、となると封じ手の局面は、うん、かなり難しい、手が広いところですので、うん、まあ、ひょっとすると6時を過ぎても、うん、考え続けるかなと思ったんですが、6時すぐに豊島さんが封じましたので、まあそれで判断する限りは豊島さんはまずまず、うん、まあ、形勢に自信を持っているのかもしれません。はい、
この後の展開の予想はいかがでしょうか。明日の2日目は、そうですね、その5六銀ならもう少しあの中盤戦が続くかもしれないと思っていたんですが、5六歩でしたので、まあ、ひょっとするともうあの明日の午前中から、まあ、一気に、激しくなるかもしれない、まあ、それはそうですね、やはりその豊島さんの第一手、まあ、打ち手が何かということで、まあ、一気に終盤に入る可能性もあるということですね、はい。一番激しくなるとすればどんな手が考えられるでしょうか。そうですね、あの、まあ、4号に銀が威張っているので、まあ、それにまあ働きかけるで、まあ、銀と4三銀を張ってぶつけていくと、もうこれはもう激しいですし、はい、まあ、あるいはあの同じ働きかけるにしても、まあ、5四銀打つとですね、まあ、持ち駒の銀を打てば、まあ、5四銀と出るよりは激しくない。まあでもそうですね、いずれにしてもちょっと4筋がもうあまり収まりそうにないので、はい、はい、それでじゃあ2日目はかなりお互いこう火花が出るような戦いが期待できそうですね。そう思いますね。あの、まあ、豊島さんの方がまあ封じ手で何かすごくなんか有効なあの、まあ、その自玉を整備するような順があればそれも選びたいんですけれどもね、まあ、そういう手がなかなかないということであればもうあの、もう一気に決戦ということもあるかなと思います。はい、最後にあの1日あの立ち合いのお仕事をお疲れ様でしたが、あの立ち合われての昨日から含めて両対局者の印象はいかがだったでしょうか。まあもう豊島さんはそうですね、もうタイトル戦多分10回以上経験してますし、まあ、藤井さんの方も、まあ、4回目ですけども、まあ、とても落ち着いていて、はい、まあ、上沢で、まあ、いろんなその、駒箱から駒を開けたりまた片付けたりという所作も本当にあの落ち着いている感じがしましたね。はい、わかりました。はい、では明日もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。